チャッサーがです。今回もフォートナイトをやっていきたいと思います。今回のね、こちら今回やっていくモードはと言いますとね、パワーアップというね、面白いモードがまた追加されたんですよ。このモードではですね、シールドポーションとか、シールド系、シールド回復系のアイテムを使うと、なんと使った分だけ上限突破という形でね、序盤上限突破があり、そしてこちらのね、時間が過ぎていくごとにというか、その時間を過ぎると、上限突破ができなくなり、そこから先はね、シールドは上限突破しなくなって、リスポーンもしなくなるっていう、そういう感じのねモードになっているんですよ。なので序盤死んでもまだ生き返れるんですよね。そんな感じ、今見ていただけると分かると思うんですけど、200になってるんですけど、これまたね、今デカポ2つ持ってるんで、これ2つ飲むと300に増えてっていう感じでね、どんどんね体力を伸ばす、そういう感じのものとなっているんですよ。いいしょみたいな感じでねやっていくんですけれども、とりあえずは序盤こういう風にねデカポ飲みまくるっていうのが、このルールの多分ね一番いいやり方なんですよ。で、今回フォートナイトが皆さん知ってますか？なんか海外ドラマ、そうですよ、ストレンジャーシングスとねコラボをするっていうね、お話今日出たと思うんですよ。なんでかっていうと、なんでこのタイミングで出たかですよね。前からいろいろねコラボがあるよっていうのは皆さん知っていたと思うんですけれども、なぜ今日なのかっていうと、ネットフリックスでそのストレンジャーシングスっていうね、SF ですね、言ったら SF 的な感じのドラマなんですけど、海外ドラマなんですけど、それのシーズン3が今日から始まると、配信が始まるというわけで、それに合わせてね、来たんじゃないのかなっていう、そういうことを、僕はね、思いますけれども、いやー、海外ドラマとコラボっていうとね、個人的にはね、ストレンジャーシングスはまだ見たことないというか、ネットフリックスの会員ではないので、そうなんですよ、見たことないんですよね。ネットフリックスの会員って、最近ね、ちょっと値上げがあって、なんかね、みんなの間でわーわーガヤガヤっていう形でね、値上げって言いますか、最近なのかな、ちょっと前に値上げがあって、またもう一回値上げがあったわけじゃないんだけど、一部ユーザーが値上げ反映されてなかったんで、今日じゃないけど最近それもこう同じ一律になって、プランがね、ネットフリックスって3つあって、ベーシックプランと、スタンダードプラン、そしてプレミアムプランという3つのねプランがあるんですけど、それによって何が違うかって、皆さん気になるじゃないですか。それぞれね値段で言うと800円、1200円、1800円という、そんだけね結構違うんですよ。何が違うかっていうと、一番低い800円のプランはあれですね、画質が悪い、HD 画質って言われる、YouTube でいう、なんでしょうね、480かな、それぐらいの画質で、見るんだったら800円でもいいよ。そして、綺麗なね、1080p で見たかったら、ベーシックからスタンダードに1200円で見てくださいね。っていう形で、でプレミアムっていうと、いろんなね同時視聴ですね、例えばテレビで見ながら、家族がテレビでネットフリックス見ながら、自分はパソコンでまた違うの見て、でなんかお父さんがとかお母さんがとかって4つ同時でね端末が見れたりしちゃうっていう、そういうねなんでしょうねプランになっていて、通常は2つまでらしいんですけど、そういう風にねいろんな感じで分けていたりだとか、あとプレミアムになると 4K に対応とかね、そういう形になっているみたいですけれどもね、料金的にでもスタンダードっていうのが普通のねHuluとか、Amazon プライムビデオとか、Amazon プライムビデオは 4K もコンテンツあるやつはあるんで、正直それはちょっとあれなんですけど、Huluで言うとそういうところになるんでしょうかね。個人的にだけど、Huluで見るのはウォーキングデッドを僕は見てたんで、ウォーキングデッドの方がフールって感じだったんですよ。でそれでネットフリックスもね何か見ようかなと思ったんですけど、なんだっけかな、なんか
ネットフリックスだったらウォーキングデッドがねうまいこと反映されてなくて、まあやっぱりねそれぞれサイトにまあ得意分野の海外ドラマが存在する、そういう形になってるんでしょうかね。まあこういうのってまあ高いとか安いとかいろいろあると思うんですよ声が。まあ個人的に思うのは見たいコンテンツがどこにあるかで決めた方がねいいと思います。僕は主にね見るのはまあ海外ドラマよりもアニメが多いので D アニメと、そしてプラスアルファアマゾンプライムという2つでやってるんですけど、なのでこの度ねネットフリックスでってなってまあ1200円、まあかけるかっていうと、僕はそうですね海外ドラマ沼ってすごい時間がね湯水のようにかかるので、まあいいかなって感じでね D アニメとまあアマゾンプライムでいいかなって感じでね抑えとく感じなんですけど、皆さんはねいかがでしょうかね。海外ドラマ好きって方はやっぱりそうネットフリックスとかまあ、Hulu とかそういう風なところに行ってもいいと思いますけれども、一応アマゾンにもねあったりはするんですよ。なのでアマゾンは何でしょうね、まあピンポイントに見たいやつ最新の、まあ、みたいなそういうことになってくるとちょっと際どかったりするんだけど、まあまあまあそこそこでいいかなっていうことになったらコスパはかなり高いとは思うんですけどね。いろんなね併用サービスがいろんな併用されるのでまあまあいい感じかなって思います。まあそれでアニメ好きな方は D アニメだね一番いい、もう間違いない本当に、もう自信持っておすすめできる D アニメだけど、だけど D アニメでも全てのアニメを網羅してるわけじゃないので、そこを考えるとやはりねナスネですよ。もうナスネでアニメは撮っちゃう、でそれで録画して、でプラスD アニメとかで補足していくって形が一番いいかなって、確実な方法ですよこれはね。まあテレビで放送されてるのがアニメのねいいところなので、他のね海外ドラマって放送されてないので、まあそこら辺で差別化を図って自分の好きなタイトルがあるサイトでねぜひともね見てください。ストレンジャーシングスはなかなかね海外ドラマでも今結構熱いのでぜひとも見てみてください。赤レンボ合戦になる、おはい出ましたねこれですね。うわーここメガモールの中にあるこれこれこのや、お取ってないじゃんこれ、ナイス。歌ってもそんなにナイスでもなかったけど、まあ、こんな感じでね今回はなんとってまあ多分話してると思うんで、これはここにありますよぐらいにしときましょうか。すごいねこれねな、おお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 おソーリーソーリー兄ちゃんソーリー、フルです。スティンクボムだ、オッケーこれ当たり、もう敵がかくれんぼゲームしてますよこれ。あっちかそんな気がするな、すごい、なんだろう、あと2人かくれんぼ大会になってんな。これショックウェーブグレネード使われたら厄介ですね、後半になってから。普通に打ち合う分に関しては今のところ自信満々なんだけど、これど怪しい、あでも怪しいけど、あれはもういないやつ、ドアが開いてる、ええどういう、いないよねこんなところに、ええあと2人、ああいた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 、この木の上におるぞ、ほーら発見だ、ちょっと待てよ、おっしゃー勝ったー、
サマーロイヤルというわけで、今回はこちらのね新ルールやってきましたけれども、いやーこれ最終なんだろうね、最終地点というか最終段階に入るとこんな感じでかくれんぼ大会になるんだね。まあやっぱりこれはねシールドを先のみしてもうガツガツ攻める、それが、まあ、ガツガツ攻めるというかもうシールド飲むために序盤のねあのフェーズはやってっていうのがもうね一番硬いですね。もうみんななんか今まだねあのみんな分かってないからシールドをね中途半端に飲む人たちとか途中で先頭にちょっとねやっちゃう人たちとか結構いるんで、そのね間を縫ってケアパケのシールドをひたすら飲む、これですよ今回は。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう、なんなんそれ。多分いける、多分結構オッケー、ナイス、よっしゃおっしゃ取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃー。